こんにちは、ナーギンです。本日開封いたしますのは、カルビー2022プロ野球チップス第3弾。こちらを開封していきたいと思います。早いもので、もう最後のね、箱になってしまいました。もしかしたら追加って可能性はあるんですけど、とりあえず、これで最後になりますので、お付き合いいただけたらなと思います。最近ね、野球カード以外というか、普通にポケモンカードなんですけど、ちょろっとね、開けたりしてると思うんですけど、開けたりしてるんですけどもっていうか、オスナ選手とサノス。負けて、まだね、多分3つぐらいしか、投稿はね、してないんですけど、人気すぎですよね。全然なんか、買えないし、そもそも本当、売ってないんですよ。ほい、お、長岡くんと北山投手ですのでね、更新頻度は遅くなったりすると思うんですけど、なんとなくね、こうたまに気分を変えたい時とか、あ、やばい、あ、落ちてきた。失礼いたしました。オスナチップスの、ね、山が雪崩を起こしそうになってます。よいしょ。おお、里崎さん3枚目かな、これ。そろそろ出てくるなら白サインをちょうだい。お、清水さんと里崎さん、前回確か開けた時まさにパギングボックスというかね、ほんと4枚か5枚か6枚か出た時パギングしか出ませんでしたからね。今回は逆王とかと思ってましたけど、もう早速ねパギングでした。よいしょ、ついてないんですよ。ちょっとね、手袋してるんで開きにくいですね。よいしょ。ガンケル投手と、増田さんもなんかよく見る気がしますね。よいしょ。そうそう、なのでね、ポケモンカードの開封はね、たまにって感じになると思いますので、気長に待っていただけたらなと思います。清水投手と、湯田投手。やべ、ああ、崩れた。いきます。今回、ちょっと積み方が雑だったんですかね。すごい、至るところが。崩壊してます。よいしょ。松井投手と、おお、掛布さんのスター復刻カード、これは初っすね。阪神のなんていうの、復刻、まあ他の、ああ、まあでもあれか、阪急ブレーブス的には山田久志さんとかいたか。いや、意外に90年代ぐらいのレジェンド選手かなと思ってましたけど、普通に星野監督とかもいましたね。よいしょ、ウォーカー選手とマーティン選手。先日ね、確か
巨人の2人の外国人選手は残るんか残んないかみたいな話をしたような気がしますけど、まあ、巨人ファンの友達に聞いたら、まあ、ウォーカーは 100% 残ってほしいと、湯浅投手と、中村選手、ポランコ選手に関しては、まあ、今2億5000万なんで、まあ、減俸をして飲んでくれるぐらいだったら、残ってほしいみたいなことをね、言ってましたけど、果たしてどうなんでしょう。よいしょ、上本選手と清水投手、まあ、完全にね、強いまっすぐと大きく割れるカーブ、次にフォークでね、完全に目覚めましたけど、度胸がいいっすよね、本当に。上原投手と近本選手、まあ、タイミングが外れてるんでね、見逃してくれるんですけど、それでもそこにね投げるっていう、まあ、気のたくさんの無理度もありますけど、いいピッチャーですね。そしていいピッチャーの涌井投手と遠藤投手、よいしょ、それではね、どうぞ行きます。お、夏尾くん、よいよいしょと、メルセデス投手と、夏尾くん、確かあれですね、源田選手が怪我してたからシャイカ登録されて、まあ、元気だったってのもありますけどね、でその活躍してると、坂倉選手と、石井選手、まあ、でもそうやってねワンチャンスをねやっぱものに、まあ、できるかできないかでね大きく変わりますからね、いろんな人の希望の星だと思いますんで、パリーグで頑張っててほしいです。よいしょと、今宮投手と、よいしょ、周東選手、それにしても確かにね、今年はねノーノーが4人、5人ですかね、まあ、王の湯で言うと6人ですけど、まあ、なんか本当シーズン当初はね、本当にこう、おお、松坂大輔投手のスターカード復刻版、これね、この背景の時に僕、多分小学校か中学校ぐらいだったと思うんですけど、ちょろっとだけ集めてたんですよね、98、9、2000ぐらい。これね、期待ですよ、ドラゴンズの OB ですから。ほい、ああ、若い、これルーキーイヤーですかね、わかんないですけど、伏見投手と松坂投手、そしてね、このユニフォームも懐かしいですね、昔の西武のユニフォーム、ま、今は多分なんかよく見てて違うかなと思うんですけど、ベルトのところをね覆ってるんで、ベルトをしてないみたいな感じで見えるんですよ。ほい、由伸投手と、この、まあ、これ今愛知選手ですけど、これ今少しこう見えてるじゃないですか、多分裏もねこうちょろっとこう見えてるんですけど、昔のライオンズの特にホームの、白ベルトかどうか分かんないですけど、こう全部ね
ユニフォームの生地で覆ってるんで、少年野球のあのゴムのユニフォームみたいな、ゴムってゴムで留めてるみたいな、あんな感じに見えちゃってて、最初西武の選手のユニフォームダセーなみたいな、本田投手と宇佐美選手思ったんですけど、まあ、球場見に行ってその構造が分かった時に、分かるとねかっこいいんですよね、かっこいいってかっこよく見えたんですよね、まあ、そんなライオンズのね昔のユニフォームの記憶でございます。お、守護神ライデル・マルチネスと、ほい、和田剛さん、ぜひともね意地でも200勝まで頑張ってほしいですね。あと50勝ぐらい、10年やってくれればね大丈夫だと思います。もうマサさんでもね、速球派のマサさんでやれましたから、やれます、やってほしいです。取れない、取れないよ。はい、山本由伸投手とマンチューのチェックリスト。で、西武球場、西武球場、そうですね、僕は小学校とか中学校の時は、ね、西武球場だったんで、8月とかでも当時ね、なんか6回ぐらいになると、ね、寒くなるんですよね。お、ガッツ小笠原さん、そうそう、これね、ほい、今回はねレジェンドっていうか、レジェンドしかいないですね、小笠原選手。そう、西武球場で野球見に行くと後半寒いんですよね。なので、あの6回終わったぐらいで、あの売店のあったかいそばを、おお出てきた、すげえな、連続で、ってかまた復刻じゃん。そう、話がね飛んじゃいましたけど、こう開けてからいきます。はい、原樹里選手と大町佐々木と。なので西武球場で野球を見に行くときは、あの寒くなるんで、途中でね食べる、あったかい、ね、うどんとかそば、これがねすごいね美味しかったですね。ほんとなんてことない、多分普通のなんていうの、かけそばっていうのかな、かけそば、もりそば、はい、柳投手と山本由伸投手、こういう山本由伸すげえ見えてます。でもそっからっすね、立ち食いそばがすごい好きになったのはっていうね、私の思い出話でございます。宮西投手と、おお、フグタ選手のレジェンドカードじゃないな、復刻カード、てかすごくないですか、今回オールレジェンド復刻ですよ、偏りがえぐいですね。これラストです。ラストです。前回はね、パ・リーグボックスでしたし、今回はもう、レジェンド復刻ボックスということで。最後は、トシ君と、ほい、おー、紅林投手。以上になりました。ではね、開封結果は、こちらになります。よいしょ。左上から、小笠原選手、大魔神佐々木選手、古田敦也選手、里崎選手、掛布選手、松坂大輔投手といった形になりました。
今回の、開封で、一応第3弾の開封は、一旦終了という形になります。まあ、いろんなカードを引けましたし、スターカードもね、なんだかんだ第2弾第1弾よりも出たんじゃないかなっていう気持ち的な問題ですけど、出たと思います。数えてないですけど、後でね数えてみます。ですので、非常に楽しかったかなと思います。まあ、毎回楽しいんですけどね、なんかいっぱい出た感がより強いなと思います。まあ、そんな感じですので、集計してね、ファイル閉じてまた見直してみたいなと思いますので、また開ける機会があったらプロ野球チップス開けてまいります。今後に関してはジェネシスとかいうね、とんでもないやつを本当は買うつもりなかったんですけど買っちゃったんで、そいつをねビクビクしながら開けていこうかなと思います。でちょうど2021のやつも1個あるんですよね。それをどうしようかなと思いながら、いろんな箱をまた開けていきたいなと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。